皆さんこんにちは、お魚砂漠蔵です。今日はですね、赤カマスを使って干物を作っていきたいと思います。それでは皆さんにご挨拶。一般的にカマスと呼ばれる種類には大きく分けて2種類います。こちらの赤カマスと水カマスってやつです。この2つの見分け方なんですけど、この腹びれが背びれより頭側に位置しているのが赤カマス、同じ位置にあるのが水カマスということになります。なかなか可愛い顔してるじゃないですか。なんですけど、口を開けるとこんなに鋭い歯が並んでいます。これで小魚をパクッと捕まえてるんですね。ではこちらを鱗を落とした後に背開きにしていこうと思います。では鱗を落としていきます。はい、では鱗が落とし終わりましたら、こちらを今から背開きにしていきます。それではさばいていきます。頭を残したまま背開きにする片袖開きっていうやつをやっていきます。まずここのエラ蓋のところに包丁を入れまして、中骨までいきます。中骨まで当たったら、いつもの通り中骨に沿って開いていきます。この時にですね、お腹側を貫通しないように気をつけてください。ではこんな感じで開き終わりましたら、エラを取っていきます。ではこちらを洗っていきます。ではこんな感じで綺麗になりました。濃度 8% の塩水を入れていきます。この状態で30分から1時間ぐらい漬け込んでいきます。だいたい1時間ぐらい漬けてみたので、こちらを軽く水で洗って水気を拭いていきます。こんな感じで目が白濁してると塩が入ったサインになります。では水気を切り終わりましたら、ラップに包んでいきます。ではこの状態から冷蔵庫に入れまして、6時間から8時間ぐらい熟成させていきます。6時間寝かせてみました。こんな感じです。結構ですね、身の弾力が出てきました。それではこちらを完全に乾くまで干していきたいと思います。こんな感じですね。はい、じゃあこんな感じで17時間干してみました。もう結構表面は完全に乾いていて、ベタつきもないくらいです。それではこちらを今から焼いていきます。焼く前になんですけど、グリルに水を入れて十分に温めた上で焼き始めてください。はい、では温まりましたら、こちらにサラダ油を塗っていきます。ではまず身を上にして、弱火でじっくり焼いていきます。うわ、うまそう。はい、焼き上がりました。めちゃくちゃうまそうです。こちらを今から食べていきます。はい、じゃあ食べていこうと思います。じゃあまずはそのままいただきます。うん、めちゃくちゃうまい。魚開いて塩水につけて乾燥させただけなんですよ。それでこれが作れるならもう全然やるわ。
めちゃくちゃうまいです。じゃあ次は大根おろしと一緒に。うん、干物と大根おろしの組み合わせ最高です。今回は赤カマスの干物を作ってみたんですけど、スーパーに売ってるアジとかでも同じように干物は作れるので、ぜひ皆さんやってみてください。それでは僕はこちらを今からじっくり食べていこうと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。